好きな大好きなりなちゃんが来てくれました。ミルクあげてる時はもうドーンだった。もう多分ピーカップぐらいあった。本当にずっとぐらいいったよ。ずっと。はい、セイラ自己紹介して。はい、セイラでーす。今日は、うん、大好きな大好きなりなちゃんが来てくれました。久しぶり。超久しぶり。え、いつから友達なの？まあ、12年ぐらい。12年ぐらい、うん、もう覚えてないんだよね、いつ友達になったか。ああ、りなちゃんももうママなの。そうなんだよ。いつからママ？夏から去年の。おう、ママ。おお、でもいいなんだもんね。今日は頑張ったからね。今日頑張ったね。いっぱい泣いたけど。頑張ったの。姫。おパパ、はじめまして。はじめまして。はい、パパです。セーラパパです。そしてセーラのスタイリストさんのマリキさんのシゲ。シゲちゃん。はい。どうも。です。こういう仲間で撮ってます。楽しく。はい。え、リナは初めてこの家は。そう。新しいお家初めてだね。だって最近だもんね、引っ越したの。そう、10月に引っ越したばっかりだから。超素敵な家。びっくりしちゃった。なんかあっち行ったら部屋がいっぱいあって、なんだこの家はと思って。暗すぎる。何部屋あるんですかと思ったから。マヤチューそのお酒これはお酒。何ウォッカ、ソーダ、ライム。笑ってるし、酔っ払ってるし。酔っ払ってないよ、まだ。まだ酔っ払ってない。でも今日泣いちゃったよね。リナと泣き久々にやった。セラベイビーだって知ってるから。今日何のロケだったの？今日はバックフォーフライデー、しかも最終回なんでしょ。最終回、うん、ね、この放送の後 YouTube にアップするけど、うん、そうそう。でも最終回でさ、セーラをって言ってくれるなんて光栄だよね。ね、ほんと光栄。大事な1回じゃん。いや、でも数人からしたら豪華な2人だよ。本当？豪華な2人よ。嬉しいね。しいね。なかなか見れないよね。うん、嬉しいよ。もう大好きなのリナ。もういつもレレーに行った時も連絡くれて、誕生日絶対連絡くれて。もちろんそれは。もうなんか本当心細かったから、すげえ嬉しかった。こんな友達いたっけ私って思いた。ね。あにゃー、指食べちゃった。ちょっとチュンチュンやって、抱っこ抱っこしよっか。うん、でもあ、ここにベイビー2人。あなたとセイラちゃん、どっちもベイビーだから。リナちゃん、なんかセイラが YouTube 始めたんだって。おめでとう。ありがとう、ありがとう。逆にやってなかったんだね。そうなのよ。リナもやってないから人のこと言わないけど。やれやれって言われてね。ずっとなんか編集難しそうだなとか、なんかどうやって続けていこうかなってすごい悩んでて、それもあんま友達いないしさ、向こう。でもセーラのスタイルに本当に合ってるよね。一人だとさ、なんかもう友達に絞ってるってことだから、ニョ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 。そうなの、うん。でもさ、いいね。あっちに行ってもさ、動画だけ撮って、もし編集できなかったら投げたりとかさ、できるからさ。そうそう、しげ、僕に送ってくれればね、簡単にアップロードできるから、ね、いいかもね。そうそうそう。あ、りなちゃん、そういえばカメラに向かって自己紹介してないです。こんにちは、藤井里奈です。泣きたいです。じゃあみんな初めましてかな、今日は。あ、みんなよし。僕はあのずいぶん前ですけど、なんかある雑誌のカバーで、はい、あのでたまたまあのブッキングされてしていただいて、彼女のあの化粧とカバーの仕事ですね。でそれぶりなので、はい、すごい久しぶりだけど、もう相変わらず綺麗。綺麗。うん、いや超綺麗。全然綺麗。僕も今日ママがあんな綺麗な子来るの？愛してる。じゃあない炭水化物ない方がいいかしらとかいろいろすごい気にしてた。ママ妊娠中なんて22キロ太ったんだから。22？22キロのうちの何キロほどこのベイビー？3。
19キロ全部自分の方がでかいよ。それね、言われた病院でも赤ちゃんそんなに重くないですよって言われた。っていうか、そっからまた今どう戻したってか落としたわけ。そう。わあ、ぜひぜひ教えてほしいわ。教えて教えて、うん、ぜひ、うん。でもまだ落ちてないよ。まだ7キロプラスのまま。って言っても15落ちたけどね。うわあ、すごいね。すごい。どうやって落としたそれ。まずここなくなったじゃん。そあもうそこない。まあもちろんもちろん。そうなの。ここなくなるなくなる。えここドーンでかくなるじゃん。あのね授乳中はえ、うん、ミルクあげてる時はもうドーンだった。もう多分ティーカップぐらいあった。本当にZぐらいいったよ、Z。 本当もうこんな感じ。本当にそれぐらいあったの。何言ってるの、そんなおっぱいの話聞きたくないよ。やだよね、やだよね、僕はおっぱいが大好きなんだよ。ティーカップって聞いたことないよね。で、もうカチカチで、本当に熱持ってて氷で冷やしてたんだけど、こうやって持つじゃん、そしたら全部指の形跡つくの。だからもう整形失敗した人みたいにおっぱいが歪んだ形になるのね。でも熱くて寝れなくて熱も出て熱持っちゃって、で次の日病院行って揉んでもらってちょっとほぐしてミルク出して、でも最初って本当に出ないからうまくスムーズに、もう痛くてもうなんていうの、寝ることもできないね。重力で今多分重力でこうなってるじゃん、胸って。でも寝るとこうなるじゃん、その移動だけでも超痛いの。こんなに大きくなるんだ。もともとさ、うちら胸ない方じゃないじゃん。ないじゃん、ごめんごめん。だから、そうなんだ、笑っちゃごめん。嘘みたいになっちゃうのね。あ、そう、うん、もう大変、歩くだけで痛いから。いや怖い。もうなんかずっとこうやって支えて、振動も痛いのね、もう響くと。わー、もう男には分かんないですね。いやもう本当にそれはホラーだよね、ホラー。いやほんとずっとジップロックに入れた氷水ここに当てて冷やしながらもう麻痺させて、もうずっと。が授乳やめた途端、あれどこ行ったぐらいほんと全部いなくなっちゃう。ほんとに不思議。え、でもリナちゃん的にはどっちがいいの。中間がいいかな。痛いのも嫌だし、おいしい絶対言うよねって。そうだよね、女性だからあった方がいいって言うよね。嘘みたいにあんのも嫌だし、でもあれが普段であんなサイズでいたらもう絶対包茎でしょって感じだから、まあ中間で痛い。程よく、ほどほど、うん、でもやっぱ脂肪は。あ、そう、そうそう。じゃあもう一人作っちゃえばいいんだよ。一回超大きくなって、私なくなっちゃうんでしょ。どんどんその、あれがどんどんでかくなっていくかも。でも慣れて、慣れてどんどんでかくなっていく。やっぱ大きくなるイコール、皮が伸びるわけじゃん。そうそうそう。下がる。あ、下がるのか。何の話してんだじゃん。めちゃくちゃ勉強になるよね。うん、でも、もともと超皮膚が柔らかい体質なのね、すっごく。あ、うんうん、本当だ、すげえ。っていうか、本当、この肌を。でしょ、わかる？うん、薄いよね。でしょ、だから多分妊娠線とかできなかったの。お腹がもともと皮膚が柔らかいから、ただしぼんだらなんかもうスカッとか、もっとガリガリに見えちゃって、この辺が。あ、そう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 、結構ね。セイラーさん羨ましいって話聞いてみる、うん、羨ましい。人が困ってんのに羨ましいんだよ、羨ましい。いやだってまず20分で生まれたんだよ、うん、それし、ウィザンまずないから。あ、20分で生まれたの。20分も多分かかってない、柔軟。それもありえない。ただ、信じられないぐらい避けるんだよ、そうすると。いやだな、痛いって今ゆっくりこう広がっていく時間がないから、もうすごい縫う。いや、そう、でもさ、その次の日退院とかはマジありえない。だから私の友達なんて、ほんと避けてもうなんかもう全なんもう縫ったりなんちゃらして、もう1週間は病院から出れなかったって言ったから、うん、結構みんな車椅子になるっていうよね。へぇ、男にはわかんないでしょうね。ね、産んでほしいわ。お前らに産んでほしいわ。わかんないからだな、その。わかるでしょ、最初さ。もう何でも、何でも手伸ばして。大好物なの。あ、そうなの、ママと一緒。死ぬほど好きで、うん、ママ皮食べない人が信じられない。そら豆、リナの大好物だって。何が？そら豆。今日のそら豆ね、あんまり美味しくなかった。え、超美味しい。美味しい。いつもあのネガティブに言うからね。
自分、そうそうそう、美味しい美味しいものをね、いや、そこまでっていうのが人の言い方、そうやって言っていつも全部美味しいから、そうそう、いつも全部うまいから本当か、これだってもう店そう、店、料理すごいよね、これお店でもこんな出てこないよ、多分本当やね、本当にいつもだから、びっくりする本当にそう料亭鏡うん、本当両手のりこ。うお、こうやって言ったらまた出てくる。やっぱり店なの？お店なの？ここは。あの会計なし。かがりせいらの YouTube 見て。